とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワータイムアタックやっていきます。第2章となりましたタワー2日目ですけども、まあいけるでしょう。クリアはできるのよ。まだ慣れてはないんだけども、まあクリアはできると思うんで、タイムアタックやっていきます。目標はそうね、40分以内ぐらいでいければいいかな。それぐらいを目指してやっていきます。40分以内だったら多分いけるんじゃない。よし、 OK。 極力火だめは抑えつつ、さらに早くいくようにね、しましょう。下いないね。で今回のタワーは矢がすごく重要だよね。矢がどれぐらい持ってるかによって、早くクリアできたりとかするので、まあ早めに矢をね集めておきたいね。15回ぐらいまでに、そうね、150本ぐらい持ってれば十分じゃない。15回ぐらい、うん、なんかネクロマンサーがおいいっぱい出るとこ2体か、あそこがねちょっと矢を使い出すので、あそこぐらいから、そこぐらいまでに、矢が150本ぐらいあれば十分でしょう。まあまあ矢がねそんな全然出なかったっていうことは今までないので、多分大丈夫とは思うんだけど、まあ、多めに今回は出てほしいところです。ゴーレムを更新して、ゴーレムをねちょっと更新するのを忘れないようにしていきたいね。うん、ゴーレムの HP 管理これすごく重要なんで、よし行け。自分はあまり手を出さずにゴーレムちゃんにお願いします。オッケー、行っちゃって。あんま前出すぎるとね、自分がものすげえダメージ受けてやばくなっちゃうので、行って基本ゴーレム任せでここは行っちゃいましょう。うん、このツタからはね別にアイテム出ないんだけども、あの鼻の方からは矢が出るので、一応その機体を乗せつつ倒していきたい。うん、ゴーレム動いてないよ。どうした、壊れた。ちょっとゴーレム何やってんの。ゴーレムちゃんと動いてくれないとまずいんだって。よし、おい、オッケー、もう一回売れてるでしょ。いた、あいつを処理できれば楽だから。うん、パワーポーションまあ嬉しいけども、違うんだ、俺が欲しいのはそれじゃない。おお、ゴーレムが変なの攻撃する。あれ矢が出ないぞ本当に。あれ矢が出ない。まあ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 、まだ3回だし大丈夫でしょう。10回に行くまでにはなんとか貯めておきたいところ。多分大丈夫、大丈夫、大丈夫。よし、うーん、 TNT も別にいらないよ。 TNT もいらないで、ここの階は、別に問題なく上の段にクリーパーが1体だけ出てくるんで、それをうまく処理すれば大丈夫。お、やった、 OK、 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 よし、よし、 OK。 とりあえず1回出たね。この調子であと3回ぐらいヤタバが出てきてくれればいいかな。
ああ、まあまあまあ、2回につき1回ぐらい出てきてくれれば OK でしょう。よし、ちょっとゴーレムも更新しつついきます。ここはビッグスだけでいけるかな。いやいや、敵の出方によるんだよな。あぶねえあぶねえなあ。ギャーやられた。よし、ゴーレムちゃん下お願い。出ないね。下か、こっちか。これで終わりだ。まあ、特に問題なくボスまでは来れましたね。ボスをどれぐらいの速さで倒せるか、そこだな。うん、うまいこと立ち回れば本当秒殺なのよ。秒殺ができるような感じでいきたい。ちょっと運が絡むんだよね。若干運が絡む。でも、まあ、確率を上げることは可能なので、戦うのはね、この辺りがいい。この辺り、この辺りでボスが出現した時に近くに召喚してあげると OK、 いいんだよね。いけるか。あー残ってる。いやー OK、 おっしゃー OK、 あとはタコ直りだ。最初のね、あの出現の時にうまいこと延茶されたね、味方がガーって攻撃すると即殺できるんだけどね。ちょっと今のばらけちゃったな。まあでもまあそんなに遅くはなかったんでよかったでしょう。ちょっと HP を更新してあげましょう。あとは嫌だね。嫌ですよ。あとそうね、12回ぐらいにはちょっと欲しいんだよね。矢が欲しい。よし OK、 あのラビジャーが出るところあたりで若干矢を使うから、そこまでにはちょっと欲しいところです。出てきてくれるかな。そうね、めちゃくちゃ出ないわけじゃないんで難しくはないはずなんだ。でも今回はなんか出が悪い。全然出ない気がする。うん、でここで愛のメダルといきましょう。なかなか厳しいぞ。ほんとどうした。よし、なんかやばいな。まあまあ全然余裕よ、いけるんだけど、ここはねポーション使いたくない。よーし OKOK、 ナイスや。よし OK、 ゴーレムもすっげえ頑張ってくれてる。待ってよ、この花もとりあえず全部倒して矢が出ないかちょっと確認したい。出ないんかい。出てくれ、出てくれよ。ちゃんとゴーレムは更新してね、 HP をマックスで連れていきましょう。いくぞ。ここは別に強い敵もいないし、でもあれだな、 TNT どこで使おう。 TNT どこで使うか悩むところ。よし、これは別に TNT 使わなくていい。できればね、なんかいい場所で使いたいよね。
行け。上の方は頼んだよ。でもなんか倒せてない気がする。あんま動いてないでしょ。行くぞゴーレム。ああやっぱりうまいこといけばね、もう上はすでに全滅してるっていう状態まで持っていけるんだけど、ちょっと無理でした。TNT どうしよう、どこにぶち込もう、どこにやろうかな。あーラビジャーのところとかで突っ込んでもいいかな。ここはレイスだから別に使う必要もないし、そうね、12階だね。ラビジャー2体と風使いがいるんで、あそこで爆発させて雑魚をちょっと一掃すればいいかな。おいおい、お、いいね。うん、でも俺が欲しいのは矢なんだ。矢が欲しいんだ。よし、あれゴーレムどこ行った？そっち行ったか。倒してる？ちょっと待って。 OK、 爆発させる。こっちおいでー。よし、ナイス。いやでも出てない。77本か。まあ5本ぐらいここで消費しようかな。いくぞー。待って待って、ゴーレム待って、ここにいるって。まあまあいいや、 OK、 行ってくれ。おぶねー。 OKOK、 できればね、近接のやつを愛のメダルでねかけれればだいぶ早いんだよね。ちょっと今のは遠距離系が多かった。近距離を3体いってればもう多分ここら辺の敵は全滅してたはずなんだけどね。よし、 TNT3 つか。まあ、なんか使いどころがないな今のところ。これを矢と交換してくれ。矢と交換してくれたら嬉しいんだけど、そういうわけにもいかない。いくぞ。ここもラビジャーゾーンですね。矢が1本ぐらい来てくれれば嬉しいんだ。いけ、いくぞ。おいで、ラビジャーおいで。よし、ナイス。で風使いもちょっとうっといから、あーやばい。強化されてないならちょっとやばいんだ。さあもう無駄打ちした。もう無駄打ちだわ。まあしょうがないね、いいや。よし、あーもったいない。まあいいか、いけ、いくよ。ちょっと、ああもう遠距離系だ、あいつら。あいつら遠距離系だ。出た？出ない。73本。厳しいね。確かそろそろあれだよね、ネクロマンス、ああだよ、ここだ。ここがね、ちょっと矢を多めに使うと思うんで、でもまあここで出てきてくれればいいか。ここで出りゃいいわ。よし、 OK、 いけ、 OK。 とりあえずここのネクロを先に倒しきれれば。ちょっとゴーレム動いてないよ。もうこの槍ね、こいつ打っといんで、こいつさえ倒しきれればなんとかなる。 OK、
もうこの辺からね、もうクールダウンが欲しい。とりあえず前半、あ、いや、中盤の、あれだね、山場はここ。間違いない。ここが結構、きついので、中盤の山場はここです。まあ、いかに、早く、おしよし、危ねえ。ネクロマンサーを倒せるか、それが重要。ネクロマンサーにね、ちょっと時間をかけすぎると、敵がね、やたら湧くし、ちょっと戦いにくくなるんだよね。OK! 矢は出さないか、死んだ時に。62本、若干少ない。ないんかい。ないんかいな。厳しいね。更新していきます。いや、ここでね思ったんだ、複製の書を持っていってなんとかできないかなと思ったんだけど、ちょっと無理か。いけ、できればここでね欲しいんだよな。いや、あのね、ちょっと、おい、ちょっと厳しいぞ。ここで矢がいっぱいあればね、そんな時間を気にすることなくサクサクいけるんだけどもね、厳しいね。いけ、いくぞ。ネクロをとりあえず全部倒す。ちょっと待て、おいおい、挟まってる挟まってるって。オッケー、まあ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 かな。いや、でも厳しい。矢が33本、厳しいな。もうちょっと矢が欲しいところだよ。上のネクロをちょっと一気に倒しましょう。あれ、いない。あれ、ネクロいない。おいで。もしや罠で死んじゃった、死んじゃったのかもしれないね。はい、ちょっと矢はだいぶ不足してるけども、いったちゃいったね。厳しいな、本当に厳しい。いくぞ。あ、いた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 。やばい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 、はい、俺はちょっと後ろに下がれ。よし、ここはね、もうお前たちにもう任せる。しかも矢が出てきてくれれば嬉しいけども、なんか一向に出ない。いけ、よし、よっしゃあ。ダメだなあ。厳しいな。一回ぐらい矢出てきてくれてもいいんじゃない。ダメだ、出ねえわ、出ない。厳しい。ここでようやくゴーレムさんがパワーアップだね。で、強化ゴーレムで全然余裕でボスは倒せるから。あー、間違えた俺。ちょっと待って、エンチャンターの書を使っちゃったぞ。間違えた。これ元に戻るまでちょっと待ちましょう。あ、 OK、 大丈夫、これぐらいだったらすぐ元に戻ります。で、これはこいつは上の方からガストから集中砲撃していけば全然 OK です。いけ、エンダーマンには近づかないようにしておけばね、1対1で戦えるので。おい、エンダーマン動き出したぞ。よし、 OK、 任せた。
よし、いけ。ここね、ゴーレムの延茶次第なんだよね。どうも重力がついてるっぽいけど、これがクリティカルとか、なんか雷とか、攻撃系のスキルがつくと、すごい早く倒せるんだけど。ちょっとスキル次第。まあ、運だね。次なんか出た？ダメだ。炎の道だ。矢も出ないしね。厳しいです。では、ここで、ゴーレム更新して、ボーンクラブ、行きましょう。今が、何回だ？あ、19回か。あ、大丈夫だね。なんか、40分以内では、いけそうな気がする。矢次第。30分じゃちょっと厳しいよ。30分で行くのはちょっと厳しいですね。もうちょっと数欲しい。なんとかならない？落として倒すのね、もったいないんだよね。もしもそいつが矢を持ってた時にすっごいもったいないことになるからね。出ない。もうここからはもう矢との戦いですよ。もう複製の書をね、一回持っていった時は2000本とかまで増やすことはできたんだけども、まあ、時間かかるんだよね。増やすとなると、タイムアタックにはとても向いてない。よし。ここもサクッと。クリアしちゃいましょう。いけ！おーしよしよし、クリティカル出た、クリティカル。クリティカルゴーレムは強い。ただ矢が出ない。あ、お願いよ。出てくださいよ。お前はどうだ。出た。よしよし、66本。まあまあマシになってきたね。マシになってきたよ。ゴーレム更新していきます。ここも結構敵が出るんで矢が出やすいゾーンではあるね。あ、よし、オッケー、いいよ。オッケー。100本あればもういいわ。あ、100本あればもう安心。でも、もう一回ぐらい出てきてくれても嬉しいかな。じゃあ、ゴーレムがね、溶岩に入って、やられちゃうこともあるんで、ちょっとそこ注意ね。ゴーレム注意。じゃ、ちょっと、何してんの？何をしてるんだい？ダメだな、出なかった。でも、まあまあ、一回出たんで、満足。100本あれば、だいたいいけるわ。ということで、ゴーレムを、更新するのはね、絶対忘れちゃダメ。ようやく、クールダウンです。ここ足元注意ね。あぶね！足元注意。よし。ここで矢があると、だいぶ楽になるんで。キャー！いけ！できれば矢はあんまり使いたくないけども、早くクリアするためには矢が結構重要。じゃあ、出ないな。出なかったね。ここでも1本ぐらい来てほしかったんだけど、ちょっと出てこないな。ちょっとやべえな。いいや。でようやく吸血で自分の HP を回復するようになりました。23回。来ないな。じゃあもうほんとね、ここ火属性がね輝くんですよ。
いい属性が簡単に敵をね粉砕していけるようになるんで、ここだからちょっと近接が強くなる。おー出た、いいいいよいいよ、オッケーオッケーオッケー、しゃどら、うん、お前たちは出さないのかい。ちょっと待って、あーダメだ、でも116本、もういいか、もう十分でしょ、大丈夫と思う。ここもちょっとネクロマンサー2回出るので、極力早めにいきます。このネクロをどれだけ早く倒せるかっていうのでタイムが変わってくると思うんで、ネクロマンサー早めに取り、そうそう、でシルバーフィッシュでHP を回復していくという感じだね。しら、うん、蜂が役に立つ、いいタンクだもん、ほんと。よし、 OK、 で次に、ネクロが出てくるかな。ネクロがね放置しておくとどん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 呼んじゃうんでダメなんだよね。はい、おし、オッケー、ネクロからさらに矢が出てきた、うん、もう十分なんだけどね。24回クリアでこれぐらいあればまあ全然十分なんだけども、まあまあ大いに越したことはない。よし、行くぞ、ここは敵が多め、注意ですね。よし、あーやばい、しかも凍結をもらうからね、注意していかないと決まるんだ。よし、 OK、 ちょっと待って、 OKOK、 ボーンクラブも強いね、ボーンも強いよ、ほんと。じゃあ粉砕していくんで、次こっち、よし、あぶね、おお、あぶねえ、お、間違えて使っちゃったよ、まあいいか、いけ、ちょっとエンチャントの章ちゃんと発動して、よし、いいね、いい、 OK、 であと反対側に結構いるからここを倒しておしまいだ、うん、もういないかな、お前で終わりか、よし、矢の数も139本、十分、全然十分だ。 OK、 行きましょう、ちゃんとね一回一回ゴーレムを更新していく、この癖をつけとかないとダメだよね、この癖付けは重要。やっぱ HP が本当に減ってるとやられてね、時間がかかっちゃうので、あそこでしっかりとHP 管理をしていく。で、次、クリーパーが出るかな。OK、火属性のボーンクラブだったらワンパンでいける。で、あと一回上に出るよな。わざわざ一回こっちに戻ってくるっていうのはめんどくさいので、ここに滞在して倒しに行きます。しゃあ！しゃあ！いいね、いいね、いた、やっぱいたいた、いるかなと思ったら、よし、終わり、あと27、28ね、 OKOK、 よし、ゴーレムさんがさらにパワーアップ、
これぐらいのゴーレムになるとめちゃくちゃ強いからね。おおおおお、大丈夫か、乗るなよ乗るなよ、乗っちゃダメよ。そこに乗るとちょっと時間がかかっちゃうんだ。あー、うん、そうそうそう、まずはこっちで風使いが2体いるからこいつ処理しておかないとめんどくさいんだ。で、こっち側、こっち側よ、こっち側、こっち側から行った方がいいんだよね。あー、あいつら、もうちょいちょいちょい、オッケー、ちょっと待って、おー、やった、めっちゃ出た、2連続で、ちょっと待って、ゴーレム動いてないよ、ぼーっとしてるあいつ、ダメダメ。まあまあ、ここでしっかり動いてくれれば問題ない。いけいけいけ、ナイス、強化ゴーレム最高最高よお前、よっしゃー、オッケー、めちゃめちゃいい動きしたねゴーレム、オッケーです。もうゴーレム落ちていいよ。あー、挟まってるな、あそこはもう落ちて更新してくれてもよかったんだけど。27回クリア。ゴーレム一応更新していきます。で、ここは、ロイヤルガードが多めに出るので立ち回り注意だね。ロイヤルガード多めです。うまいことロイヤルガードを愛のメダルで、使ってあげましょう。いけい、どうだ、なんかレイスがうっぽいことになってる気がする。ちょいちょいちょい、よし、オッケー、オッケーオッケー、いいよ、いけー、ゴーレム行け、任せたぞゴーレム、俺はこっち倒していくから、よし、であとは上の方にエンチャンターが2体いると、あとは、階段の近くか、うん、この上の方はもう特に問題ないんでいけるっしょ、オッケー、ゴリ押しだ、うん、まあ矢はもういらないしそのまんま行こう。意外と早かったね、思ったほど時間はかからず、来ることができました。アンチャンティング別に意味あるかは微妙なとこだけど一応入れていきます。はい、今のところ32分ぐらいか、32分ぐらいで来てる。あ、結構早いな、ほんとこのボスも特に問題なく1分以内では倒せると思うんで余裕でしょう。いけ、余裕余裕余裕、ここでもね、ゴーレムが運なんだよね。クリティカルとかが入れば、もう今倒してるぐらいだ、むちゃくちゃ早い、よしよし、でも全然いける、よっしゃ、はい、終わり、クリアです。ね、33分かかんなかった、32分ちょっと、早いね、ただしょぼい、ただここはしょぼい、なんだこれ、何このしょぼさ、うん、まあまあまあ一応機械仕掛け取るけどさ、いらないよ。はい、ということでタワー第2章タイムアタックやってみました。立ち回りによっては30分以内でいけそうな感じだよね。うん、今回も序盤の方で矢がもう少し出てくれたり、
ボスをね、もう少し早く倒したりすれば、いけたと思うんだよ。まあ、矢が重要だね。矢が、ほんといっぱいあれば、もっと早かった。うん。でもまあ、32分ちょい。十分じゃないですか？なかなか早かったと思います。まあ、これからあと3週間ぐらい、タワー続きますので、厳選やっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。